スイッチ買ってきた。これドックに差し込むのかな。スイッチを購入したばかりの頃、ドックに本体を差し込むときに画面が傷つくのが怖くて慎重になる。よし、大庭取り撃破っと。あれ、なんだこれ、勝手に動くぞ。壊れたのか。ジョイコンの左スティックが壊れがち。あー、これじゃあまともに遊べないな。まあ、プロコン使ってテレビで遊ぶか。ジョイコンが壊れていると携帯モードで遊ぶ頻度が減る。あ、ホグワーツレガシー、スイッチでも出るんだ。でもスイッチであんなすごいゲーム動くのかな。あ、ちょうどいいところに動画があるやん。ちょっと見てみよう。高性能なゲーム機の移植作、スイッチでも遊べるのか調べてしまう。YouTube のプレイ時間がめちゃくちゃ長い。今日はなんかいいの安くなってないかな。お、ロマサガ3いいじゃん。あ、ニーヤが安くなってる。e ショップのセール情報で欲しいソフトが安くなってないか定期的に確認する。ん？集まれ金魚すくい？ 150 円か。じゃあゴールドポイントで買うかな。ゴールドポイントで安いゲームを買う。あー、あとちょっとでスイカ作れたのに。くそ！もう一回やるぞ。配信者の影響でスイカゲームにハマる。あ、柿、柿、転がれ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 。もうちょっとなんだよ。もうちょっと、もうちょっと。スイカゲームを遊んでる時に本体を傾ける。さあ今日もスイカゲームやるかな。早く早く、早くやりたいんだよ。早く早く。ゲームを起動するとき、ついついボタンを連打してしまう。ちょっとマップ確認してみるかな。あ、間違えた。プロコンで遊んでると、マイナスボタンと間違えて、キャプチャーボタンを押してしまう。たまにはアルバムでも見るかな。あれ？こんな写真撮ったっけ？アルバムを開いてみると、知らないうちに同じようなスクショが大量にある。今日もスイッチで遊ぶぞ。あれ？反応ないな。テレビモードで電源を押した感じがしないから、何回もボタンを押す。よし。今日はこんなところにするかな。ソフトを終了させずにスリープモードにしてやめちゃう。よし、戦闘終わり。じゃあおやつ食べたいからこんなところにしよっかな。さてドラクエ10のオフライン、今日もやるぞ。え？何このプレイタイム？あれ確か3時間くらいしかやってなかったんだけどな。ドラクエ10オフラインで電源切ったつもりがスリープしていたせいでその分だけのプレイタイムが加算されてしまい、プレイタイムが10時間を超えていた。いやー、秋はいいよな。でも夏の気分を味わいたいんだよな。じゃあタイムスリップするか。よし、捕まえた。あー、でもなんか桜も見たいな。時間いじるか。動物の森で本体時間を変更しまくる。よし、いい感じだ。セーブされてないじゃん。まあ仕方ないな。よし、雪の王を捕まえた。セーブセーブっと。マリナードタウンに着いたぞ。じゃあセーブしようっと。エラー落ちのトラウマから頻繁にセーブするようになった。今日は FF で遊ぶかな。今日はスターオーシャンで遊びたいな。なんだよこれ、うざいな。ソフトを遊べるかチェックがうざい。ソフト2本で9980円か。そういえばゼルダテアキン欲しかったからこれで買うかな。で、あと1本、何にしよう。今特に欲しいゲームないんだよな。でも有効期限あるから、しゃあない。寿司ストライカーでも買うかな。カタログチケット余ってると、買う予定のなかったゲームとつい交換してしまう。スクワットきついな。まあ、ちょっとここは楽なアームスタンドでぶったたくかな。あ、リングフィットアドベンチャーを遊んでるとき、リングコンを上に上げたら、照明にぶつけてしまった。へえ、工場作って自動生産するゲームか。あ、これ面白そうだな。じゃあ買ってみるかな。え？ 4500 円？あー、ちょっと高いな。買おうか迷うな。インディーズゲーム2000円以上だと高くて買うのを躊躇する。あ、体験版あるんだ。じゃあとりあえずダウンロードしておこうっと。面白いのかわからないゲームで体験版があったらとりあえずダウンロードして遊ぶ。お、刀ゼロが安くなってる。よし、これは買っておこう。お、メグと化け物も安くなってる。まあいつ遊ぶのかわからないけど、とりあえず一応買っておくか。セールしてる高評価インディーズゲームを定期的に買ってるから、未プレイソフトが山のようにある。お、
変態ワールド完全版が9割引きで199円？これ、最近出たばかりのゲームだよな。じゃあ買うしかないな。なんだよこれ、20分で全クリできたじゃん。しかも単なるスライドパズルだし、10問ちょっとしか収録されてないじゃん。あー、騙された。e ショップで新発売なのに、異常なくらい値引きされてるゲームには裏がある。たまにはジョイコンで遊ぶかな。うわ、こんなに軽かったっけ？プロコンをよく使ってると、ジョイコンを持った時、その軽さに感動する。スイッチライト買ってきた。うわ、めっちゃ軽いじゃん。スイッチライトを初めて触った時の軽さに感動する。ポケモンの DLC 買っちゃった。早速遊ぶぞ。あれ？動かないじゃん。あ、外れてたわ。ジョイコンのスライドが接触不良でゲーム中によく外れてしまう。よし、今のはかっこよく決まったな。動画撮るか。え？このゲーム対応してないかよ。かっこいいプレイが決まったと思って、キャプチャーボタン長押ししたら動画撮影非対応のゲームだった。マリオ RPG 買ってきた。早速遊ぶぞ。新作ゲームを購入したら、まずはテレビ画面でやる。久しぶりにマリオカートで遊ぶかな。あれ？マリオカートってパッケージで買ったんだっけ？ダウンロードだった気がするんだけどな。しばらく遊んでいないゲームを遊ぼうと思った時、あれってパッケージで買ったんだっけ？ダウンロードだっけ？ってなる。ドラクエヒーローズでも買うかな。え？こんなに必要な容量あるの？ちょっと今データ量余裕ないんだよな。じゃあパッケージで買うか。保存メモリーの残りが気になって、大容量のゲームをパッケージで買うか迷う。マリオワンダー買ってきた。今日はピクミン4を買ってきたぞ。ダウンロード版でソフトの差し替えがなくなるのに憧れるも、所有欲を満たしたいので、ついついパッケージ版で買ってしまう。お、クリスタルクロニクル、804円じゃん。よし、とりあえず買っておくか。あれ？うちにあるじゃん。しまった。同じゲーム2個買っちゃった。ゲームソフトを買いすぎると何を買ったのか忘れてしまい、同じものを買ってしまう。よし、ポケモン始めるぞ。あ？バッテリーが少なくなってますだって？ポケモンスカーレット、バイオレットなど、一回しか見れないムービーのところに限って、ジョイコンの残量が少ないとお知らせが出てきて気分が壊れる。文字入力の時は早いから画面を打って打つ。よし、今日はスプラ3やるぞ。ぐはっ。おい、なんだこれ。あー、負けた。プロコンないと大体オンラインは勝てない。しゃあない、プロコン買うかな。え？何この値段、めっちゃ安いじゃん。じゃあこっちのプロコン買うかな。おー、結構いい感じじゃん。フィット感もあるしね。あれ？動かないぞ。安物プロコン買ったらすぐに壊れた。久しぶりにスイッチで遊ぶかな。え？電池切れ？しゃあない。充電するか。お、ついた。え？本体更新？はあ、やっと終わった。じゃあマリオカートでも遊ぶかな。え？データをダウンロードしていますだって？久しぶりにスイッチで遊ぶと、充電切れ、本体更新、ソフト更新のコンボを食らってしまう。次はゼルダで遊ぶかな。次はマリオにしよっかな。ケースに入れるのが面倒でゲームカードが散乱する。え？ティアンズ・オブ・ザ・キングダム・エディション？何これ、めっちゃかっこいいじゃん。わ、これ欲しいな。え？マリオレッド？うわ、真っ赤やん。あ、これいいな、めっちゃ欲しいわ。限定モデルの本体が出るたびに欲しくなる。あー、ジョイコンどの色にしよっかな。パステルピンクとパステルイエローがいいかな。いやでも、ネオンパープルとネオンオレンジもいいんだよな。ジョイコンを買うとき、色で悩む。お、ゼルダにゲームカード、ぴったり乗っかるやん。お、Wii Fit トレーナーにもいけるじゃん。アミーボにゲームカードを乗せて楽しむ。よし、1位だ。このまま突っ走るぞ。あ、オンラインゲームで調子いいときに限って回線落ちになる。よし、3位だ。じゃあ次もやるぞ。なかなかならないな。ああ、これ落ちたかな。あ、よかった。始まったわ。
マリオカート8デラックスをオンラインで遊んでるとき、シグナルがなかなか鳴らないとハラハラする。今日もマリカでオンライン潜るかな。え？サーバーのメンテナンス中だって？オンラインゲームで遊ぼうと思ったらメンテナンス中だった。え？テトリスがカービィとコラボするの？じゃあ久しぶりにやってみるかな。おお、ディスカバリーしようじゃん。え？今度はマリオ RPG とコラボするの？じゃあ久しぶりにやってみるか。テトリス99コラボイベントの時だけプレイする。あー落ちちゃった。くそ。巻き戻すぞ。よし、超えた。いけ。あ、くそ。ファミコンやスーファミのスイッチオンラインで巻き戻し機能をしょっちゅう使う。一代目武器？なんだこれ。怪しいな。まあ後で役に立つかもしれないからスクショ取っておくか。暗号みたいなものを見かけたらスクショしておく。よし、今日はメイドインワリオの新作を遊ぶぞ。え？ストラップを正しく取り付けてくださいだって？まあなくても遊べるだろう。ジョイコンストラップ、めんどくさくてつけない。え？ SL？ SR ボタン？うわ、めっちゃ押しにくいわ。超踊るメイドインワリオをプレイしていたら SL、SR ボタンを急に要求されて積む。ストラップどこやったかな？超踊るメイドインワリオの影響で未使用だったストラップを急遽探し始める。おすわけプレイ？ああ、友達とジョイコンをおすわけするのか。まあ僕には縁のない話か。そもそも友達が少ないのでおすわけプレイをしたことがない。おい、何言ってんだよ。友達が少ないって俺がいるじゃないか。ああ、そうだったね。じゃあ一緒にスイッチやろうぜ。ああ、あれ、 2P だけ電池が少ないぞ。ああごめん、こりゃ充電まで待つかな。友達と遊ぶとき、誰かしらのジョイコンは電池の残量が少ない。たまには携帯モードで遊ぶかな。あれ？このゲーム、タッチパネルに対応していないのが。タッチパネル、対応しているだろうと思ったら、してないゲームがある。いやー、カウンターアタックのアレンジ、いいなー。お、クラウドが収録されてる。え、スカイタワーも？しかも強化水月があると。いや、桜井さんわかってるなー。スマブラ SP でめっちゃ音楽聴きがち。あ、間違えた。X でジャンプするのか。操作で A がジャンプだと思ったら違うボタンがジャンプボタンだった。ドックに付けられるゲームカードケースか。100円だし買ってみるか。お、ジョイコン充電スタンド、セールになってるじゃん。じゃあ買ってみよう。スイッチの周辺機器を買いまくっていたら、ドックが要塞みたいになってしまった。目を鼻に隠して、眉毛を鼻に近づけて、口も鼻に隠して、どうだ？変なミーを作る。さすがに飽きてきたな。じゃあ色反転して遊ぶか。お、なにこれ？楽しい。気分転換に色反転して遊ぶ。やっぱ任天堂っていいよな。スイッチを触っていると、任天堂を感じて安心する。チェック。